キュアレの塚本です。今回はこのザマットレスのですね、正しい使い方について解説しようと思います。で、使い方なんですけど、普通に寝てみてもらえれば大丈夫なんですが、ザマットレスの特徴が仰向けと横向きとうつ伏せ、このどの寝姿勢でも体のね、こう緊張をなくして、くれるね、働きがありますので、そのあたりも説明しながら、使い方を、ご説明できるといいかなと思って、動画を撮らせていただいてますので、ちょっとその辺もね、イメージしながら、見ていただけるといいかなと思います。で、マットレスなんですけども、こんな形になっていて、普通のマットレスですね。で、これは、説明用のサイズなので、横幅が60センチ短くなってますから、実際はシングルだったら100センチ、セミダブルだったら120、ダブルだったら140という形になってます。もっとね、奥行きがあると思っていただけるといいかなと思うんですが、見栄えはほとんど同じで、ただそれぞれ硬さが違ってます。で、一番硬い方が足になるんですね。足を乗せていただきたくて、お尻、肩、頭、背中、頭という形で、使い分けていただきたいです。で、分かりやすいようにこうやってタグがついてるんですけども、黒色の、キュアレのタグがついてる方が、足になります。なので、こんな風にね、寝ていただければいいかなと思います。使い方もそれだけなんですけども、一つね、仰向きの時の特徴について今回はお話ししようかなと思うんですけど、仰向きの時なんですが、普通にこう普段私たち立っている時って、お尻って結構厚みがあると思うんですよ。で、この厚みがある関係で、何もないフラットなマットレスとか床に寝てしまうと、このお尻の高さの分が上がってしまって、少しね、反ったような状態の寝姿勢になってしまいます。それを避けるために、真ん中をやや柔らかめの素材にしてます。で、足の部分が硬いので、どういうような状態になるかというと、寝た時に足の位置はキープした状態で、お尻が下がってくるっていうような、こう丸くね、屈曲した状態が作ってあげられます。そうするとお腹周り、骨盤周辺のこう緊張が緩やかになるので、リラックスして眠れるっていうような効果が